続きをやっていきましょう。マイクのね、電源を入れるのをすぐ忘れてしまう。よしよしやろう。ということですね、今回、まあ、そうそうそう、残念なお知らせがございます。このさ、ディテールアップパーツか、の、これね、見てたらさ、残念なことに、これさ、一生懸命さ、マスキングしたのにさ、この金属パーツであるんだよ。一生懸命やったのに。まあでも、もしね、このね、金属パーツを使わなくて、使わずに作った人のがこの動画をね、見て作るっていう、うん、あーはーね、っていうことでね、まあね、無駄ではなかったかなと思います。頑張ろう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 。これ、こうテープから剥がすとき、テープ、違う、台紙からこうね、テープで剥がすときに、ちょっとやらかさないように気をつけましょう。こうね、せっかくの金属パーツを曲げちまったみたいなさ、つまんねえことになっちゃうとね、いけないんで。で、なべさんは、このね、本当は、瞬着でつけろっていうふうに指示にはなってるんだよね。だけど、瞬着ね、皆さんご存知、結構発火したりとかするんで、その発火をね、させないためにも、私は、瞬着は使えません。皆さんご存知の姫に頼みます。よし、これにしよう。選択式だからね、どれでもいいよ的なやつだからね。よし、よいしょ、よいしょと。ちょっと反ってるな。ちょっとこうね、見ると分かる。ちょっと反ってるんだよ。ああ、分かるよね。なんとなく反ってるのが。こういうのって困るね。まあ、しょうがないんだけどね。ちょっとこう手でこう、グイグイ。思いっきりさ、こうやってグイってやると変な風に曲がっちゃうといけないから、ちょっとこう、指をさ、こう真ん中ぐらいに当てて、こう、グイ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 とか、よいしょ、よいしょってやっていくといいかなって思う。そうすると、ああ、いいじゃない。こう、まっすぐになった。よし、では、ダメだよ、もうね、鍋さん、今もまた、お湯上がり鍋さんなんでね、超ヨレヨレシャツをまた、今日も着ておりますので、で、これをここにね、貼るわけだ。意外とこの、もともとこのさ、ボタンがついてるからさ、これが邪魔になるかなとか思ったけど、そうでもないな。これでもちょっと削り落としたろうか。ここね、そうするともっとこう、ピタッとしていいかもしんない。削り落とすというか、まあ、削り落とすか。このいらないところだけね、チプチプチ。どうせね、見えなくなっちゃうからさ、ピッとこうやって。はい、ピッとこうやって。ね、落として。あ、今見えてた。すいません。もうちょっとカメラ上にしようか。自分が作業しにくい。よっこいしょいって。こんなもんかな。ここでやります。あ、これなら見える。これでもう今撮ったんでね、ここに、このディスプレイ、この金属パーツつけていこうかなと思います。で、使うのはね、いつもの姫様、デコプリンセスでございます。ギャムクですよ、と。デコプリンセス。これを使っていこうと思います。いくぜー。こうね、やっぱ使った時にね、ここにこうね、カスが溜まってるんでね、これをちゃんとこう取ってあげてね、何かしらの加減で悪さしたらね、嫌だからね、やっぱり。ちゃんと取って。で、爪楊枝で、さっきからこれベタベタ肘にくっつく。ちょっとお風呂入って出た後だから、結構体がベタベタじゃないけど、水分が出ちゃって、このちょっと内側につけておこうか。ぐちゅってつけた時にさ、外に出ても嫌だから、ここの内側につけておけばさ、なんかそういうことないと思うんだ。で、まあできるだけね、そんなビチャビチャにならずにちょいちょいちょいとつけておくぐらいで十分だと思うんでね、こんなもんかな。よし、こんなもんでいいでしょ。で、これね、鍋さんの箸置き、箸置きにこうやってやっとけばね、いいよね。いいね、箸置き、素晴らしい。で、これをここにピタッと、どうよ、シャキーン。
でしょうっけ。次はいいんだけど、これさ、今何気なく普通に貼っちゃったけど、これってディスプレイのところってなんか塗装しなくてよかったな。そういうのしっかり見てからやれよっていう感じで、まあ別に後からでも大丈夫か。ボタンのところをね、ちょっとこう後でちょんちょんちょんとこう塗るぐらいなんで大丈夫だね。でもそういったこと確認してからやらないとダメだね。いかんてそれはっつって、で今度はここで、これをこの中につけるのと、このサイドのこの部分もそうだね。ここもどうかな、削る必要はなんか触った感じ飛び出てはないんだよね。枠があるぐらいで、だからボタンは取らなくてもいいかなって。だからこいつはこれでおしまいと。これね、で次ディスモニターとかのメーター類、どっちにしようかな。なんとなくこっちの方がかっこよさそうだな。こっちにしようと、あとこれかカッターでね、できるだけこのギリギリでプチンとこう切って、プチンと切って、こっちもプチンと切って、あ、映ってる、映ってるね。プチンと切って、やっぱりそもそもこうね、塗装してあるっていうのは嬉しいね。塗らなくてもこれパーツあるじゃん。なべさんちゃんと見ようよっつってね。お前全然見ねえなっつって、後でつけます。ここの部分ね。だったらここもボタン削った方がいいような気がするな。ここ飛び出てんだよね。ここね、ここちょっと押さえて、ここ先にやっちゃおうか。ここのさ、低いところはいいけど、ここのね、大きいボタンがちょっと飛び出てんだ。よっ。指切らないようにしないと。よっ、こいしょいっと。よっ、こいしょ。よっ、こいしょ。映ってる？映ってるね。よっ、こいしょ。よいしょ、OK。切り落とした。ついにですね、お食事会の件なんですけれど、ついにあと10名様がで定員になってしまうことになりました。いやー嬉しいな、いいな。いやー、なんか日にちが近づいてくるにつれてワクワクしてくるな。なんか緊張とワクワクでフフフって感じだね。よし、では塗ろう。でもなんかちょっとこうね、皆さん結構ね参加してくださる方が多かったんで、やっぱりこう人が多い分、逆にまたそれがさ、成功にねつながるのかなっていう気がするんで、きっと今回はね初めてでちょっと不備もあるかもしれないですけど、成功するんじゃないかなっていう気がします。計画も立てたし、あ、ちょっとこれも貼る前にちょっとこうクイ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 と、まっすぐなった。ビビたるもんだけどね、クイクイやるのも。で、ここに
LINE が来た。もう夜中の1時なのにメンバーから LINE が。あれ、ちょっと待って、今、あ、違うか。でキャップ閉めちゃったけど、まだこれつけなきゃ。そうね、最近ちょっとくだらない話がないからダメだな。なんかくだらない話なんかなかったかな。鍋さんが運転していて思ったこと、あったこと、仕事で。なんか最近あんまり景気良くないよねみたいな話はあんまりよろしくないからやめた方がいいか。なんか実際でもね、今仕事がね、忙しいところ暇なところと結構分かれてんだよね。OK、 くっ、あ、入った。あ、いいね。あ、バッチシバッチシっていうか、今バッチリで、これもやっちゃっていいんだよね。塗装するところもないからね。いいね。今度次回はね、この金属パーツに塗装をするところをね、撮影できたらなって。結構ね、金属パーツに塗装するとね、弱いのよ、その塗料の付きが悪いからね。ちょっとその辺を、鍋さんはどうしてるのと泣き寝入ってます。対策はしてません。あんまりね、ほんと正直対策、ね、だって剥がれちゃうの。もう普通にプライマー吹いてさみたいな風にやってるだけど、まあ普通のね、金属キットに、金属ですね、プラキットに塗るときと一緒だね。一応そのね、下処理はもちろんするけど、下処理じゃない、あれ、下地塗装はするんだけど、じゃないと。まあそもそもね、下地塗装のサフにね、あのプライマー的効果がね、あるんで、その、エボサフね、いつも僕が使ってるやつ。なんで食いつきはいいんだけど、やっぱりそれでも弱いんだよね。ちょっと多分ね、あれ傷つけてあげたりするといいと思うんだけどね、本当はね。会社に持ってってサンドブラストでもかけてやろうかなと思うんだけど、そうすると表面がさ、ザラザラになるから食いつきは良くなるんだよね。さらにできました。かっこいい。やっぱりこれが一番かっこいいね。今時間どう、うん、多分今日こんなダラダラやって終わっちゃいそうだな。よし、これでこの2点は終わり。せっかくなので画面の端っこに置いておこう。で、次はディスクなんだよね。このさ、ディスクって見ての通り今こういう状態なんだよ、ディスクブレーキの。なんでキャリバーの色のまんまなんだよね。だけどここの部分っていうのは結局さ、あれをやっちゃうからさ、その金属パーツをつけちゃうから、逆にもう塗り分けしてないんだ。ごめん、今映ってなかったかな。ちょっと近すぎるんだよな。もうちょこんなもんにしとこう。映ってなかったらすみませんね。結構集中してやってると飛ばしやらかすことが多いんだよな。これは OK で、これも違う。あれ、あった。一応説明書があるんだけど、説明書がなんかどんどん分かりづらくなってしまう。首痛えな。そうだね、うん、はい、これでもくっつける方向とか間違えると、ああでもいいか、ここにちゃんと波の向きが書いてるから大丈夫だな。どれがどれだか分かんねえよこれ。一緒か。よし、切っていこう。プチッと。
ここ細いこと、まあとてつもなく細いわ。映ってるカメラギリ映ってたか。よしよし、これやっぱ邪魔だ。湯上がりは暑いな。向きを間違えないようにくっつけていきますかね。これちょっと心配なのは、切ったところのここの部分がすごく細いから、それが曲がっちゃってないか。意外と曲がってない。素晴らしい。よし、多分切る順番もいろいろあるのかなとかも少し思いますね。細いところを先に切るべきか、細いところは後にしておくべきなのか。で、この辺でいいかな。真ん中ら辺にちょん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 と、だいぶ少ね。ちょん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 と。やって、こっちがこういう向き。で、狭っ。これちょっと奥までグッて入れたいんだけど、これあらかじめ切っておいた斜めにね、とんがった。よし、 OK。できた。あ、やべえ、メモリがね、あ、そうだ、中のやつ削除してなかった。あと3分で切れる。やべえ。ということで、まあ今日はこの辺にしておきますか。ちょっと時間も早めな感じなんですけど、まあこういった感じでね、鍋さんの場合はですね、このデコプリンセスを使って、なんでもちろんね、瞬着性はないんで乾燥にすごく時間がかかるんですけど、まあ僕みたいにこうやって寝る前にやるとかしておけばね、明日になればもう完全に乾いてるんで、でまあ本気出せば剥がそうと思えば剥がせるんでね、まあ結構便利なもんなんじゃないかなって思います。よし、ということで今日はこの辺にさせてもらって、これをつけて私もそろそろ寝ようかなと思います。で次はこのね、金属パーツに塗装をしていこうと思います。では一旦止めます。じゃあねー。